奴が私をさらおうと。でもなんで。花は。ええ。自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ。よく言った。大丈夫か、花は。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は？それより、我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は、彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花輪さん、賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何？そうですか。やっとお顔を拝ませていただけましたな、キリュウさん。面白い。真打登場ってわけか。誰なんだお前らは。今からでも遅ない。あんたがおとなしゅうするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。やろな。それでこそ堂島の竜や。
誰だお前は。俺ら大阪から来ました。八代目近江連合や。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。獅子ぞ、どすはあかんで。キリュウさん殺してどないすんねん。ほな、半殺しでやめときます。好きにほざいてろ。行くぞ。さて、どんなもんかの。さっきから小綺麗な喧嘩やな、キリュウさんよ。格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど、見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ、若造。よっしゃ、第2ラウンドや。楽しませてくれ。行くぜ。この番だな。うめえ。
拾えよ、構わねえぞ。殺し合いにルードはねえんだろ。老いぼれが俺に勝ったつもりでおるんか。もうええ、時間切れや。ゲリラさん、もう抵抗戦と一緒に来てください。花輪さんが死にます。あのよかったら私から話しても。おう。上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば今何をすべきかすぐに分かります。つまり私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私です。花輪、クソ、ジジド、どうせ持って何する気やった。目的忘れんな、車乗れ。せやけど貸しだ。この人たちはアモを見とったな。伝説の極道様が逃げるのか。俺たちから逃げらんねえぞ。今ので倒れてくれると楽だったんだが。
いい加減諦めたのか。やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこをどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構わんだろう。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったらその後俺に何が残る。はっ、なんだそりゃ。知ったことかよ。そうだな。お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってんならこっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな。行くぜ。 Huh?
しばらく電源が切れてましたが。ああ、今は入ってるだろう。もう花輪さん見捨てたんかと思いましたわ。あいつは無事なんだろうな。ええ、せっかくの人質を殺すわけがない。今から言う場所に来てください。偉人町のスナック街にサバイバーいう店があります。そこでお待ちしてますわ。もちろんお一人でいらしてもらいます。分かってる。ただ到着まで少し時間がかかる。ご心配なく。そちらの位置は GPS で分かっておりますんで、今後スマホは無断で切らないように願います。では後ほど。ああ。おい、いや、頼むわ。おう。ああ。ああ。おう。そうやな。おう。ハンデをやる必要はなさそうだな。来い。Hmm.
なんと渡瀬組長倒れる。歴史が変わってしまいました。よーし、指導、あいつだろ、期待の新人。へい。せやけど、まだまだこれからですわ。さあ、歴史的な極道の戦い、次なる構想は2005年カムロ町。東条会を手中に収めんとする凶悪な極道、錦山明。無造無造の暴徒を煽り、いつしかカムロ町は暴力の渦に。暴徒たちの狙う男はただ一人、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。手加減は死ね、死にてえやつだけかかってこい。人をおちょくってやる。さあ皆さん、傘はお持ちでしょうか。血の雨が降ってまいります。ご注意を。Time!
大島の竜気流一馬キャッスルに散る。なんとまたしても番狂わせ。今日の闘技場はまさに筋書きなしの殺し合い。ええぞ上流、もう一遍生き残ったらご褒美や。上流、あいつがそう呼んでくれ言いませんで、本名は言いてくれんのですよ。へえ。次はあいつを気流役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。2006年冬、ある事件が起きていました。近江連合史上最強と謳われた伝説の極道が突然姿を消したのです。彼の名は近江連合直参合流会2代目会長、合田龍二。その夜、神室町で合田龍二と気流一馬、東西の龍が激突したと言われています。勝敗の行方は闇に葬られました。実は消えた合田龍二は今もどこかで生きているのではないか。もしかすると今夜この場所に。さあリングが上がっていきます。先ほど桐生一馬を下した戦士上流が新たに堂島の竜を演じます。ついに3戦目、もはや逃げ場はありません。食うか食われるか、伝説の極道頂上決戦が今皆さんの前でよみがえります。覚悟はいいか。
た目だけはいい線いってたがな。あいつは虎の意を狩るなんてなね。死んでもやんねえ。あれだけの人数をさすがやの。そやけどここでしまいや。
で来たの。せやけど、そろそろおねんねの時間や。心配してる場合じゃねえだろ、鶴野。お前の人生だってここでもう先がねえかもしんねえんだぞ。ほなしゃあないな。おい、じゃあ行くぜ。やってるれ。ふっしゃあ。
あなた一人で助けに来てくれたんですか？言いにくい話なんだがよ他にあんたを助けようってやつはいなかったんだ。まったく礼を言わなくてはならないようですね。あなたは命の恩人です、上流。まだこれで終わりじゃねえ。なんであんたがこんな目に遭わなきゃならなかったのか、あいつから全部吐き出させてやろう。たっぷりお前をもてなしてくれた礼も兼ねてな。それはいいですね最高です。上流様。ああ、はい。上流様。この後はどうする気だったんです？あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ！手出しはさせねえ。なら、あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。判断を誤りましたね。
い。すぐにその電話を切ってください。朝顔にかけているんでしょう。子供たちに逃げろとでも言う気ですか？もう手遅れです。私にこんなことをさせるなんて恨みますよ、桐生さん。すでに大道寺のエージェントが位置についています。沖縄の朝顔の前に今子供と同じ数の人員が控えています。花は？もしもし、どちら様でしょうか？あの、もしもし、もう切りますよ。アラートを出せば即座にこうした体制が取れる。大道寺一派は正しくあなたを警戒していました。リアルタイムの映像です。皆さん手を振ってください。わかった、花は。連中を朝顔の前から引かせてくれ。頼む。あなたが服従の意思を見せてくれればすぐに。わかるでしょう。私もこんなことしたくないんです。桐生一馬が上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。本当に残念です、こんなことになって。なんてバカな真似をしたんです。あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。上流か確かめっから。せやけど会長、鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通りお控え願います。どうやら問答無用ってことらしい。この場はやるしかねえ。毎度のことだがな。来い。
あかん、まずい状況ですわ。どうやら西谷会長もこっちに向かってるようです。あんたはヘリポートへお急ぎを。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。お前はどうすんだ。会長と会ってあんたに逃げられたと話します。渡瀬の親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんです。早ないっすか。一応手加減はしたんだぜ。なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここはサツだって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラサンも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。ジョーリーは俺らにも素性明かさん言うとるんです。そりゃさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんには怠慢張ってもらうか。上流、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。いい、いいね上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ？いや、おっしゃー、お前ら手出すんじゃねえぞ。怠慢久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。
俺も遠慮なくやれる。続々が止まらねえ。このバンド、ほら、死なないでくれよ。なんてざまだよ。俺もとんだまぬけじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。おい、ああ、何？
しばらく寝てろ。どうかしました？立ってやり合おうや。時間かかてろ。気を抜きます。出よったな。
たなくていいぞ。まだ痛い目に遭いてんなら止めねえがな。くそが。西谷はどこにいる？キャッスルから降りたんだろ。鬼人会は闇に潜ったとこからが真骨頂や。敵に回したが最後、いつどこから刺されても不思議はない。もう枕高くしては眠れんな。お前も親分の居所を聞かされてねってことか。ここにいる他の連中も。おうよ、わしらは知らんで。知ってたとこで絶対口割らんがな。要は親分に信用されてねえんだろ。威張っていうことか。ほなお前らみんなただの三下っちゅうわけかい。このボケが。チンピラが人の店めちゃくちゃにしよって、この始末どないしてくれるんや。お強気になったんか。キャッスルの総力を上げてもてなしとるわ。いい感じの煽りやな。やっぱ勝ち込みはこうでないと。ああ、向こうも張り切ってるようだ。行くぞ。キリュウさん、船の制御も奪いました。もうキャッスルは完全に俺らのもんです。いつでも好きなとこに動かせますわ。せやけど、ええんですかね。下手したらこの船かなりヤバいことになります。フン。それが狙いだ。西谷に今の状況を教えてやんなきゃなんねえ。いつまでも隠れてちゃキャッスルをなくすってな。ほな早速船長に出せ言うてきますわ。え？Yeah!
おう。ん？え？いいやないですか。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ。誰が雑魚や。案外ええバディとちゃいます、俺とあんた。それよりいいのか、こんなおっぴらに鬼人会とやり合って、立場上まずいって話だったろ。せやから顔隠してるやないですか。それに西谷会長さえ潰したら、その後はもう誰もうちに文句言えん。よく可愛がった後に沈めたるわ。塞ぎ合って俺なかなかやるみたいやが、ここまでや。随分えげつないですね。
壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。鶴野も一枚噛んでたらな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろう、そんなことは。あ？これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない。こいつは仕事だ。だがこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきりケリがついてね。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。こっから外に出れます。分かった、低下せ。西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて。西谷は俺が。俺らが丸ごといただいてある。そのためになら憎い相手だろうと喜んで尻尾振るってわけだ。おうよ、そこまでやったから今この状況がある。正直に言う霊気にはこの状況は想定外や。相手は渡瀬組と鬼人会の連合軍。こんなありがや、今日一番の山場が来るんは近江の本部は戻った。ああ、俺もそのつもりだった。だからもしあんたが無所で体なまらせていたんなら、多分俺らはここまでだ。わしゃ今日という日に備えとったやで。なまっとるわけないやろが。あんたこそ年食って錆びついとるんやろな。いいだろう、少し希望が出てきた。お前はどうだ鶴野は。どうって、あんたらレジェンドとトリオで喧嘩できるんや。さっきから血たぎってしやがれ。上出来だ獅子堂。長いこと念入りに計画を進めてきたらしいな。だが随分でかい穴がある。あ、ここで俺らを始末できなかった場合はどうなる。その時は何もかもご破産じゃねえのだ。本当にここにいるお前らだけで俺たちを止められるのか。おもろいな。また動画撮っとけ。
近江連合全員に俺らのお手柄見せな。へい。老害どもはまとめて始末したる。今ここが新生近江連合の幕開けや。ぶち殺したれ。しゃあ。奴らは何とかする。持ちこたえてくれ。こんなことあるかい。おかげでいい肩慣らしになった。悪いが俺らの本番はこの後なんでな。まだ終わっとらんやろが。おめえ
っちの入り口から増援が来てるで、この調子だとまだまだ増えますぜ。俺が追い返す。悪いが、ここを通してやるわけだった。どうしてもって、この俺が相手に。これで全部か。やったぜ。キリュウさん、気悪うすんなや。堂島さん、わしのその用心棒はあんたらに呼ばれる名前を持っとらん。よう似た知り合いがおるかもしれんけど、別人や。いや、しかし用心棒の派遣元は大道なんたらいうお寺さんやったな。これ以上は察してくれや。わかりました。さあ、ここはもうええ、行きましょう。俺がご案内します。じゃあな、カスガ、一つ借りとくぜ。なんや、思ったより軽かったな。あっけなかったんちゃうか。その割に行き上がっとったやないか。俺かてゲロ吐きそうやったで。けどこれで全部しまいか。近江も東条会も泡と消えるわけやな。おお、せや、ほんならパーッと打ち上げでもどうや。うまいホルモンでもつつこうや。ご活躍の用心棒さんも一緒にな。悪いが遠慮する。少しくらいええやないか。もともと俺はお前が死んだなんて信じとらんかったで、キリュウちゃん。人違いだ。あんたとは初対面だよ。なんや、俺にまでこんなくだらん芝居に付き合い言うんか。無理に付き合ってもらう必要はねえ。俺がこっから帰りゃ済む話だ。
わったわった。そしたらもうちょい芝居に突き打てる。せやからまだ帰んなや。あ、何や。シシド、お前まだ。えらいさっきの困った名刺取る。あいつは俺の客だ。まだ蹴りがついてなかったんだな。何や、お前しばらく身内に弱なったんか。それがあいつが強いかや。俺が生きとる限りお前らはこっから倒産。近江連合ぶっ壊す言うんやったらその前に俺を殺さな。もう終わりや、獅子殿。見苦しいもうええ加減にせ。雑魚は引っ込んどけ。するの何やと。手負いの獣やな。もうなくすもんはないっちゅうわけや。おれぁ。ほう、やっとるんや、マジマ。なるほどな。離さんかい。こんなもんかいな。見てみ、まだ死んどらんで。この俺も近江連合もせやろが。こういうしぶといところがうちの強みやったな。渡瀬さん、その傷。おやじ、こら警察行く前にまた着替えなあかん。お前らいいか。ここでこいつらの弾取らな、極道はほんまにしまいや。たったこんだけ相手に本部潰されて、この先惨めに負け犬の烙印押されて生きるんか。俺らは最強の近江連合やろ。そうや。強さと恐怖が人を支配するんや。武道の意地見せたらんかい。クソ、あいつを黙らせねえと。いいんだ、気が済むまで言わせてやれ。おい、まだ庭におるで。動けるやつみんな来い。裏切り者ぶっからすんや。こいつらの裏切りは何年も前から始まっとったんや。ずっと裏に隠れながら糸引いとった。俺らを踊らせて高みの見物決め込んどったんや。そんな奴らに好き放題されてええんか。言い訳あるかい。解散届け。おやしがケツ吹く神にしたれ。登場会のチンカスどもも殺したれ。邪魔するもんは皆殺しや。血の雨降らしたるわ。あちまさん盛り上がってきたの。だからこうなる前に黙らせようと。これでいい。は？全部吐き出させなきゃあいつらだって受け入れられやしねえよ。獅子堂も西谷も言ってみりゃ王道のヤクザだ。力を誇示して周りを操り、
てめえの欲望と野心を満たすためには手段を選ばない。組織としての極道はああいうやつを便利に使ってきたはずだ。それを清算しようってんなら俺たちは真っ向から受け止めて叩き潰さなきゃなんねえ。引導を渡すってのはそういうことだ。今ここでそんな真似俺ら以外の誰にできる。用心棒の言う通りや。わしらはあいつら力でねじ伏せてなんぼ。せやろ堂島さん。これじゃまるで俺だけ臆病者だ。何言ってる。こいつは全部お前と渡瀬で始めたことだ。日本の二大極道に幕を引く臆病者がそんなの思いつけるかよ。わかりましたよ。ならこれが登場会最後の花火だ。キリュウさん、あっちです。あいつが本部の方にケリつけようやないか。キリュウ、獅子だ。踊れる。また終わっとらんわい。行けや、キリュウ。こっちは俺らで十分や。雑魚は任せとけ。あいつはお前の客なんやろ。ならお前の手で直接引導渡したり、きっちり思い知らせてこいや。分かった。ここは頼んだぜ。
初対面のあんたたち。相変わらず頑固やな。この大広間のこの場所に座ったもんが日本のヤクザの頂点に立つ。ここで話す言葉一つで日本中の極道が右にも左にも動く。それが近江連合のドンの価値や。もうそんな時代じゃない。それはお前も分かっているはずだ。分からへんわそのエナモン。一度でも登場界のトップに立ったあんたにはどうでもええことかもしれん。せやけど俺らみたいなヤクザやることでしか生きていかれへん連中にはここしかないんや。ここが生きていくために必要な夢なんや。夢か。あんたみたいにてっぺん取ったエリートには分からへんやろな。お前らが勝手に奪っていったもんの大きさが。分かるさ。なんやと。いくら名を消してもいくら自分を偽っても根は俺も同じ。てめえより強いやつがいると聞けば喧嘩して倒したくなる。自分が一番強いということを証明して勝ち誇りたい。そんなもんだ。せやったらなんで大解散なんぞに手貸したんや。なんで俺らからヤクザの夢奪ったんや。簡単だ。俺らヤクザモンが持っている夢なんてのは毎日を必死に生きている人たちの夢に比べたらゴミみたいなもんだからだ。キリュウ、お前のせいで最後の最後に全部ぶち壊しや。お前だけはこの手で始末したる。その後は沖縄のガキどもや。俺を揺さぶってるつもりなんだろうが、お前とはここできっちり片をつける。どんな小賢しい真似してこようがな。はっ、その言葉全部そっくり返したる。何が伝説の極道や。全員まとめて首さらしたるわい。
ておくれ。何を見下ろしとるんや。近江連合は今日をもって解散や。お前らがいくら吠えても親父や東条会を止められんかった。こっちの勝ちや。ええ勝負やったな。うん、褒めたるわ。行くで。もうここでやれることはない。渡せ。よかったらお送りしますよ。また渡瀬さんの新しい着替えも持ってきたで。本当に気が引くな。さあ乗ってください。多分全員乗れるでしょう。あんたやってくれたな。大道場ペテンにかけるなんてよ。たかが極道にしちゃ大したもんだ。個人的にはこのままぶっ殺してやりたいとこだが、いいエージェントになるから生かしとけだとさ。これから一生きっちり首ははめてやるからな。安心しろ。西谷も一緒だから寂しくねえぞ。
珍しいですね。もう座禅は飽きましたか？まだシャバの空気が抜けきんなくてな。そう言ったら住職が一本くれたんだ。悟りへの道は遠く険しい。たまには一息入れるのもいいでしょう。どうもここで悟りを開けるとは思えませんね。これは手厳しい。新しい仕事か？いえ、あなたはもう少しほとぼりを冷ました方がいいでしょうから。大阪に続き横浜でもご活躍したばかりです。まあそうだな。伝説の竜が後継者に選んだのは春日一番。そういえば彼はあなたとどこか似ている気がします。人の罪をかぶって刑務所に入ったりするあたり。いや、それはヤクザのお家芸でしたか。後継者なんて、俺にそんなおこがましい考えはねえよ。ただあの合同解散の後、結果的にあいつが背負っちまった重荷を少しだけ軽くしてやりたいと思った。あなたが働きかける前、彼は出所したてのヤクザ崩れでしかありませんでした。そんな男が権力に溺れる青木亮を止めるまでになったんです。大道寺としても青木の独走は見過ごせないところでした。あなたの後押しがなければきっと春日の活躍もなかったのでは。俺があいつを強くしたわけじゃねえ。強いあいつにたまたま俺が巡り合った、それだけのことだ。しかしですね、さっきから何が言いてんだ。そろそろ本題に入れよ。用があって来たんだろ。おっと、そうでした。大道寺からあなたの今回の労をねぎらいたいと褒美が出されました。ん？あなたの功績は大きいですよ。前にも言いましたね、何せ500億の利権です。ついでに私個人としては命も救われている。それを仮のままにしておくのはあまり気持ちいいものじゃありません。そこでまずはこれをお見せすることにしました。初めて見るでしょう。そこは沖縄のあなたのお墓です。我々の隠しカメラが撮影していました。桐生一馬の大事な子供たちを監視するために。その日はあなたの命日でした。ハルト君は4歳でしたか。可愛い盛りです。カメラが遠いのは我々の監視がバレないためなのであしからず。最後にお参りしている二人は太一君と彩子さんです。ところがこの後レンズが反射してしまったのか、彩子さんがカメラに気づいてしまいます。ねえ太一、これカメラだよね。うん、そうみたい。おじさんのお墓に向いてる？隠し撮りしてんだ。多分俺たちのこと。じゃあもしかしてこれおじさんが仕掛けたとか？おじさんがやっぱり死んでなかったとしたらそうかもな。ヤッホー、おじさん。ちょ、あんた何やってんの？だってこれおじさんが見るかもしんないんだろ。え？ダメで、もともと別にいいじゃん。ねえおじさん、俺のことわかる？太一、
それに綾子姉ちゃん、こっちはみんな元気。はるか姉ちゃんもハルトもね。シロも泉も浩二、三尾、リオナ、エリ、みんな元気だし、それに実はみんなおじさんが死んだなんて信じてなかったりする。本気でだよ。おじさん、俺消防士になったんだ。何かあってみんなが勇気を出せないでいる時、真っ先に人を助けられる人間になりたいと思ってさ。多分おじさんの背中を見て育ったからだよ。私はね、小さな会社でジムやってる。ちゃんと就活も頑張ったんだ。コージもサラリーマンになった。リオナはアパレル業界、エリは今保育士目指してる。泉はトリマーになったの。豆で練習してた。三尾はとりあえずフリーター、シロは理系を専攻してる。ハルトは今やんちゃなんだよね。目離すとすぐどっか行っちゃって、はるか姉ちゃんとユウタさん困らせてる。きっと何か事情があるんでしょ。生きてたら絶対俺たちに会いに来るもんな。もし本当にこれを見てたらさ、何か合図をくれない？もう私たちは自力で何とかやってるし、おじさんに面倒見てほしいなんて言わない。ただもしかしておじさんは一人で寂しいんじゃないかなって。合図が来たとしても朝顔のみんな以外には内緒にしとく。それでいつかおじさんが帰ってきてよくなるまでおとなしく待つよ。そうそう、私も大地ももうお酒飲めるし、絶対楽しいよ。いっぱい話すことあるんだから。あ、そうだ、俺たち明日また来るよ。おじさんに渡したいものがあるんだ。はるか姉ちゃんたちもカメラに話してもらいたいし。おじさんに渡したいものって？そっか、それいいね。じゃあまた明日。じゃあね、おじさん。あいにくカメラは現地のエージェントがすぐに取り外しました。監視対象にバレた以上、妥当な判断です。そうだな。あなたにこの映像を見せることが果たして褒美になるのか検討はしました。いや、見せてくれた、感謝する。太一君はさっきあなたに渡したいものがあると言っていましたね。隠しカメラを回収した翌日、その場所へ朝顔の子供たちがやってきて、絵の入った筒を置いていきました。ですが死んだはずの桐生一馬が絵を持ち帰ったと思われるわけにはいきません。そこで現地のエージェントは中の絵を撮影だけして元に戻しておきました。ハルト君が描いた絵です。真ん中にいるのがあなたでしょうか。うまい絵だな、ハルト。見ろよ、4歳ってのはもう字が書けんのか。最後に会った時、あいつはまだ喋れもしなかったなのに。立派にやってますよ、はるかさんも他の子たちも。全くだ、
あいつらはとっくに自分の足で立って歩いてる。なのに俺が一人で寂しいって口に出すことさえできずにいた。子離れできてなかったのは俺だけだったんだな。さっき男の子が何かあった時最初に勇気を出して動ける人間になりたいと言ってました。子供たちにとってあなたはそういう人間だったんですね。今の俺には耳の痛い言葉だ。ここで座禅する以外やることもね。そういえばあなたには花輪さんが休暇で旅を進めてましたな。もう上にも話は通ってますよ。休暇の期限は決まっていません。その気があるならぜひ。ただし誤解のないように、桐生一馬の死はこれからも貫いていただきます。どこへ行こうと我々の組織があなたから目を離すことはありません。もう修行は終わりか。私もこの寺も形ばかりのものです。お望みなら修行はどこででもできますよ。お行きなさい。最初の目的地はハワイですか？いや、そいつは最後のお楽しみだ。相変わらず自分のやりたいことは後回し。あなたらしい。主任はよほど桐生さんを信頼なさっているということでしょうか。ただの計算づくだよ。手柄を挙げた者には見合った待遇を与える。新章出発ってやつだ。彼には恩を着せた方がいいし、それで組織の他の駒にもいい影響を与える。もう一つ、堂島の竜は味方として心強い分、敵に回したくはない。ああ、だからといって慣れ合いはしない。その点花輪君はよくわきまえてんだろう。もちろんです。偽名の身分証、クレジットカードなど一式揃えておきました。手間を取らせたな。一派からの許しが出たというだけのことです。あなたとはあくまで管理するものとされるもの。友人にでもなったと勘違いされては今後に支障をきたします。ああ、俺とあんたはそれでいい。上流では偽名に不向きです。勝手ながら鈴木太一としておきました。昔この偽名で身を隠していたことがある。存じてますよ。あんたらにそれを教えたことはなかったはずだがな。実は私、大道寺の人間になるより以前、別のつてであなたを知る機会がありましてね。初耳だよ。私もあなたと同じなんです。何がだ？新たな人生を手に入れるために自ら名を消した男の一人。要するにまだまだあなたの知らない秘密があります。もうそういう話にもなれた。
またな。上流。頼んだよ。ああちょっといいかい。よろしく頼む。
上流様。うん。上流様。
え？おい。おう。Thank you.
大したことない。上流様。え、
おい、よろしくお願いします。
ちで来いよ。もう終わりか。時間食っちまった。ええ、あの